疲れ様です。こんばんは。うん、そんなに大丈夫だよ。いきますか。はい。一応お腹は空かしてきてあるけど、何でもいい。マジ？なんか恥ずかしいな。ちょっと冷えたね今日ね。ちょっと寒い。よく来るこの辺。私もたまにかな。あんまり来ないかも。今日は仕事はそんなに長引かず？うん、私も今日はちょっとミーティングがあっただけだったから意外とサクッと。あ、青になった。はいはい。うん、おやろうよ。かわいいじゃん。いいよ。クレープ？あの先にさ、おいしいお店あるんじゃなかったっけ？いいよいいよ。クレープとか食べるんだ。いいよ、やろうよ。お腹すかしてきたから大丈夫だよ。何食べたい？クリームのやつ？何がいいかな。ご飯食べる前におかず系は食べない方がいいよね。やっぱバナナチョコ？あ、いいの？あ、ありがとう。え、何でもいい？何でもいい？ OK。 買ってきたよ。いちごバナナホイップ食べる？ここいいよ。よいしょ。食べようよ。食べていい？いただきます。うん、なんか懐かしい味。これどうやって食べたらいいのかな。クレープの食べ方忘れちゃった。このまま行くのか。うん、美味しい。食べる？はい、あー、どう？あ、クリームついてる。はい、どう？いや、いや、今日初めてだからさ、やっぱそれはちょっとダメだって。しようよ。キスキス。ちょっと、せっかくなんだからいいじゃん。 初デートの記念に。ちょっと、湯川さん、なんですか。デート、初デート、キスしましょうよ。しないでしょ、普通。キスはおかしいでしょ、おかしいでしょ。っていうか、なんなんこれ。黙ってやってみたけど、ちょっと一回。本当に恥ずかし、ただ恥ずかしいだけだったよ、私は。使いもしない標準語でデートしてみて。
終わりましょうか。可愛く締めていただいて。終わりましょう。というわけで、終わりましょう。デート、なんて言うんだっけこういうの。デート。初デート。彼女感。あ、というわけで初めての彼女感、やってみました。いかがでしたか。ではまた次回。西田愛でした。恥ずかしい。相方も下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。